こんにちは、森谷ドラマスクール姫路校の早川真奈です。今回はチェンジアップのコツと練習法についてお伝えしていきます。でチェンジアップとは、例えば四部、八部、十六部の、いろんな速度のリズムに切り替えていく基礎練習のことなんですけど、そのチェンジアップができるようになると、フィルインとか、いろんなリズムパターンに切り替わるときに走ってしまったり、もたってしまったりっていうことが改善できたりするので、おすすめな基礎練習になってます。はい、それではチェンジアップのコツと練習法をお伝えしていきます。でチェンジアップは倍になっていくリズム、例えば4部、8部、16部、32分音符は比較的こう切り替えしやすいかなと思うんですけど、その他のリズム、例えば3連符、5連符、6連符、7連符とかの奇数の連符形に変わるときにリズムがずれやすくなると思うので、まずは4部、8部、16部、32部だけで練習していくのがおすすめです。全部の音符のそれぞれ1打目を意識しながら、四部のノリで叩けるようになるとリズムがブレにくくなると思います。それぞれのリズムがしっかり叩けるように、まずはメトロノームに合わせて、音符のリズムを口で歌ってみてください。例えば3連符とかだと、タッカタ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 、たまご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 とか、5連符とかだと、さくらんぼ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 みたいな感じで、このメトロノームに合わせて音符のリズムをぜひ口で歌ってみてください。はい、でその次に、拍が切り替わるごとに左右の手が入れ替わる音符、例えば3連符、5連符、7連符とかの奇数形の音符はメトロノームに合わせてずっと叩き続けると、どこがこの拍の頭かよく分からなくなってきたりするので、メトロノームに合わせてずっと叩き続けずに一拍ごとにこう間隔を空けて叩いてみてください。でこの練習に慣れてきたら、一拍開けずにつなげて叩いてみてください。はい、でその次に連符のリズムにも慣れてきたら、連符、その3連符、5連符、6連符、7連符の連符にプラス4部、8部、16部、32分音符のいずれかの音符を組み合わせてリズムが切り替わる練習もぜひしてみてください。で例えば3連符プラス8分音符、3連符プラス16部とか、5連符プラス16部とか、なんかいろいろ組み合わせてぜひ練習してみてください。こういう切り替わる練習に慣れてきたら、その後によくある一連の流れのチェンジアップをしたり、逆に32分音符、16部、8部、4部みたいな感じでこう逆に戻ってくるチェンジダウンもリズム感を鍛えるのにとても効果的だと思います。はい、でそれでは4部、8部、3連符、16部、5連符、6連符、7連符、32分音符のチェンジアップをしていきたいなと思います。でクリックは60で今からするので、皆さんもよかったらぜひしてみてください。32部から逆に7連符、6連符、5連符に下がっていくのもやりたいなと思います。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78,
こんな感じです。でこの一連の流れでするときに結構この拍の頭がどこに行くかちょっと分かりにくくなるときは、それぞれの音符の一拍目にアクセントを入れても分かりやすくなるかなと思います。はい、でそのチェンジアップ自体に慣れてきたら、次にこのバストラを拍の頭に一緒に入れてみて叩いたりとか、バスドラとフットハイハットを交互に入れて手足分離の練習をしたりとか、あと片手ずつ音のリズムキープをできるように、例えば右手はスネアで左手はこのリムのところを叩いて感じで、初めはゆっくりなテンポから始めて、だんだん慣れてきたら徐々にテンポを上げるようにぜひ練習していってみてください。それでは次回の動画もお楽しみにしててください。ありがとうございました。